は私の季節です。だって春日ですから。満開の桜に負けない歌と笑顔でみんなを笑顔にしちゃいたいです。いっくよー。プロデューサーさんとお花見なんて、なんだかデートみたいですね。私、いっぱい頑張ってよかった。お団子も美味しいし、幸せです。プロデューサーさん、いいお天気だったので桜を見に来たんです。でもこの桜ちょっと変な感じがして。プロデューサーさんもそう思いませんか？なんか物足りないっていうか、この前見た夜の桜はすっごく綺麗だったのに。それですよ、特別。あの日はお昼のライブがすっごく楽しくて、その後のお花見もずーっと楽しくて幸せで、だから桜もキラキラして見えたんですね。はい、あとあの日と違うことといえば、あ、プロデューサーさんもですね。二人でお花見ができたから特別だったのかなって。あの時とってもとっても幸せだったから。きっとライブとプロデューサーさん両方必要だったんです。わー、すっきりした。お花見といえばやっぱりお団子ですよね。あの日食べたお団子とっても美味しかったから、また食べたいなーなんて。